結婚は向いてないかも、やパートナーとうまくやっていく自信がないと思っている人には決定打になってしまう事件かもしれない。長い不況が続き、結婚や出産が贅沢ともみなされるような世の中で、結婚や子供が欲しくてもできない人がいる。そんな人たちからすれば、結婚もして愛する子供がいればさぞかし幸せな人生を歩んでいるだろうと思うかもしれないが、実態は様々である。事件の発覚は2022年8月20日の夕方、愛知県犬山市の林道に不審な車が放置されたように止まっていた。中を覗くと、そこには幼い男女の子供2人がぐったりしていた。2人とも明らかに息をしていなかった。通報後すぐに警察が駆けつけた。亡くなったのは田中千結さん9歳と虎くん6歳。警察は車の持ち主を調べ家に向かった。家に到着すると玄関には鍵がかけられ、人の気配は全くない。そのためリビングの窓ガラスを割って自宅の中に侵入。家の中を捜索すると、2階の寝室で横たわったまま亡くなっていた女性の遺体を発見した。遺体の女性は田中智子さん42歳。車の中で亡くなっていた千結さんと虎くんの母である。智子さんは首を強い力で絞められ亡くなっていた。妻と子供2人が亡くなっている。夫は行方不明のまま。別に警察や名探偵でなくとも誰が犯人であるかは容易に推測できる。警察は子供たちが亡くなっていた車の持ち主でかつ智子さんの夫を緊急捜索。車が林道で見つかったこともあり、山の中も懸命に探し、警察のヘリコプターも出動したため、近隣住民は日に日に不安になった。子供2人の遺体が発見されてから4日目のこと、事件は急展開する。警察に親族とともに今回の事件の犯人を名乗る男が出頭してきたという。男の名は田中大輔42歳。捜索中であった田中家の父、そして妻と子供合わせて3人の命を奪った犯人である。田中は逮捕され、取り調べに対し無理心中を図ろうとしたと供述した。また妻の命を奪ったことに対しては口論になってカッとなったとのこと。結婚もして可愛い盛りの子供が2人もいるという、はたから見ればとても幸せそうな理想の父であり夫である男が一体なぜこんな身の毛もよだつ行為をしたのか。田中大輔は地元の名士である祖父を持つ家庭に生まれた。2人兄弟の末っ子で無口でおとなしい性格。しかしがたいがよく運動神経は良かったので、野球部ではピッチャーをしており、体育祭などではリレーで活躍していた。高校ではやんちゃなグループとつるむようになり、校則が厳しい学校だったが、素行はあまり良くなかった。高校を卒業後は自動車会社に就職、そして智子さんと出会い結婚。千結さんと虎くんという2人の子宝にも恵まれた。大輔の母は保育士をしており、初孫が生まれた時には嬉しそうに近所の人たちに孫ができたのと千結さんの写真を見せていた。愛知県津島市のアパートに住んでいたが、虎くんが生まれたのを機に大輔の実家近くである扶桑町に住宅ローンを組んでマイホームを新築した。周囲の田中家の印象は仲のいい家族。家を建てる際に大輔は近所に挨拶回りをしており、今度引っ越してくる田中です、家の工事で迷惑をおかけすると思いますがよろしくお願いしますと丁寧に挨拶していた。まだ小さい千結さんや虎くんもとても人懐っこく、学校から帰ってくると笑顔で挨拶してくれるため近隣住民の癒しになっていた。大輔は子煩悩だったようで、自宅の庭に鉄棒を自作、子供たちが楽しそうに遊んでいるのをよく見かけたという。自治会のスポーツ協力員の会長もしており、地域で行う行事の準備で
熱心に挨拶回りをしていた。地元のお祭りに家族4人で参加しているのを見かけた方も大勢いたため、事件のことを聞いた人たちは耳を疑った。妻の智子さんは、トラ君が小学校に上がって手がかからなくなったことで近くの病院で保育士として働いていた。大輔は電気工事の仕事で日夜忙しく、大輔の車は日曜日くらいしか見かけなかったという。自営業だったこともあり、労基の適用などなく、休みも満足になかった。そんな生活がすれ違いになったのか、口論になって妻の命を奪ってしまった。そして車に子供たちを乗せて自宅から13キロ離れた山中へ。そこで子供たちを手にかけたのである。チユさんは刃物で胸を刺され、トラ君は首を絞められていた。車は右側が路肩から脱輪し、エンジンがかかった状態だった。そこから大輔は山の中で行方をくらますことにした。車を放置した場所から2、3キロ離れたところにあるイルカ池という場所にかかっている赤い橋の下で野宿。4日ほど生活して限界が来たのか、刃物で首を少しだけ切りつけた後で親族に電話。そして親族に説得され、一緒に警察に出頭したのである。橋の下には大輔が野宿した焚き火の跡やタバコの吸い殻が落ちていた。妻を手にかけたことも理解に苦しむが、可愛がっていた子供2人の命まで奪った動機は何だったのか。とにかく疑問が多い事件なため、裁判での真相解明には注目が集まった。検察側は、田中大輔が事件を起こしたのは勝手な思い込みによるものと主張。大輔は智子さんが自分の浮気を疑って離婚するためにスマホを不正に操作し、盗聴や盗撮をしていると思い込むようになったという。スマホや自宅に盗聴器が仕掛けられていると疑った大輔は智子さんと口論になり、大輔曰くガッとなって首を絞めてしまったとのこと。そして子供たちまで手をかけてしまったのは現場を見られてしまい、智子さんはもう息をしていないことを伝えた上で、犯罪者の子として生きるのは辛いから一緒に死ぬかと迫ったのが発端だという。公判前の精神鑑定にて、大輔は軽度の妄想性障害を抱えていることが判明。検察は事件を起こした背景に大輔の妄想性障害の影響があったことは否定できないとした一方で、妄想性障害が犯行に与えた影響は限定的であり、犯行時大輔には完全責任能力があった、強固な意志に基づく残忍かつ冷酷な犯行などとして懲役30年を求刑。弁護側は田中大輔について、事件当時は心神耗弱状態だったとして懲役25年に処するのが妥当とした。最後に裁判長から、何か言いたいことはありますかと問われた大輔は、智子千代虎の命を奪ってしまった、この場で遺族に頭を下げる機会を与えてほしいと述べたが、検察側が大輔の謝罪を拒否。最終的に大輔に下された判決は求刑通り懲役30年。裁判長は理不尽な犯行で結果は誠に重大と述べ、弁護側の主張を完全に退ける判決を下したのである。そもそも被害者は亡くなってしまっているため、大輔が自分で言っている動機も本当かどうかは定かではない。大輔は逮捕時に命を絶とうと思って自分の首を切りつけていたが、到底死のうと思って切った傷ではなかった。そもそも心中するつもりだったらわざわざ山の中に行かずに家でやればよかった、なのに車で山中にまで行き、子供の命を奪って車に残し脱輪させた状態で放置したのは、心中して父親は山中に身投げしてしまったと見せかけたかったのではないか。心中を試みたと認められれば罪が軽くなることもあり、何より同情を誘える。そのために首を切ってみたりしたが、そのつもりは全くなかったことが傷の浅さからバレてしまった。事件前に
大輔と智子さんが不仲だったのは周囲の住民も薄々感ついていたようで、前は朝出かける大輔を行ってらっしゃいと見送っていたが、最近は全くそんな光景は見なかったという。何か大きなきっかけがあったわけではなく、日常の些細な不満が積もって、それが一気に爆発してしまったのかもしれない。大輔はスマホの電池の減りが早くなったことで盗聴されているという妄想を深めたと証言。これで口論になった末に命を奪われてしまったのだから、智子さんは本当にかわいそうである。それで子供たちに犯罪者の子供として生きるのは辛いだろうからと、死を強要するのは自分勝手というほかない。しかも自分は死ぬ気もなくのうのうと生き残っている。結末を知ってしまえば本当に大輔はどうしようもない男なのがわかる。しかし本来なら妻と子供2人の命を奪えば死刑判決が下されてもおかしくない。それでも無期懲役にさえならず、上限とはいえ有期刑となったのは、多少大輔にも情状酌量の余地があったと言えなくもない。本来であれば妻と子供たちと幸せな人生を歩むはずだった。しかし何がきっかけか、ここまで極端な選択をする例は稀に起こっている。茨城県日立市では2017年に小松博文36歳という男が妻と子供5人の命を奪い放火した事件が起きている。小松の動機は、妻が他の男と浮気していたことを知り問い詰めたところ、妻から離婚を切り出され絶望し一家心中を試みたことである。火をつけた後で自分にも着火したが、暑さに耐えきれず田中大輔と同じように結局自分は生き残ってしまった。記憶障害になったり、事件当時は心神喪失もしくは膠弱状態だったとして無罪を主張したが、下されたのは死刑判決。また福岡県小郡市では2017年6月に警察官の中田満41歳が妻と子供2人の命を奪っている。この事件では中田は一切身に覚えがなく事実無根、間違いなく冤罪ですと無罪を主張した。中田は日頃から妻に生活態度を注意され、同僚に妻に死んでほしいと愚痴っており、残業と嘘をついてギャンブルに興じていたことが妻に発覚。離婚話になってイラついたことで妻と子供たちの命を奪ったとされているが、本人は一切認めなかった。中田に下されたのは死刑。田中大輔や小松博文のように身勝手な理由で家族を手にかけたと断罪されたのである。結婚して家族と暮らすことは多くの人にとって幸せなのであろうが、大輔のような人たちにとっては絶望と後悔を生むだけの結末となってしまうようである。しかし子供は子供の人生があるのに、勝手なエゴで命を奪われてしまい、襲われたその瞬間どれほど怖かったかを想像すると本当に悲しい。田中大輔は結婚しない方が幸せな人生だったのだろうか。それは誰にもわからないが、結婚したことは間違いなく最悪の選択だった。いい経験だったと振り返ることができないくらい取り返しのつかないことをしてしまった。田中大輔の人生はもう終わったのである。税金もますます上がり、政治も不安定で希望が持てない中で、大変な思いをしている親御さんたちが極端な選択をすることは今後もあるかもしれない。70歳を超えて出所する田中大輔の人生に何が待っているのか、興味深いところではある。